鈴ゆうチャンネル。はい、こんにちは、世界史講師の鈴木祐介です。今回もですね、駿台科学科西村義和先生にお越しいただいております。お願いします。はい、で先生にですね、はい、まあ、せっかくなんで新刊発売記念ということで、はい、科学勉強法ですね、はい、これをちょっと伺ってみたいなと思いまして、はい、ポイント3つね挙げていただきたいと思います。はい、1つ目じゃあお願いします。はい、1つ目はまず、はい、教科書をしっかり読む。教科書、まあ、これも世界史もそうですね、はい、やっぱ基本やっぱり教科書ですよね、うん、そうですね、うん、まあ、教科書ってやっぱり初めて習う人が読んで分かりやすいかっていうとちょっときついかなと、はい、ただ、まあ、習った学校とかの先生でから教えてもらった、はい、その後に読むと、はい、まあ、やっぱり授業ってこう流れちゃいますね、はいはい、基本的には動画じゃないんで、はい、つって終わっちゃうから流れてしまう。それをもう一回文字で読み返す、すくい上げるみたいな、うん、そこでやっぱり教科書を読み直すと、まあ、基本的に先生が言ったことが書いてあるので、で文字から吸収する。なるほどなるほど。あ、先生こういうこと言ったんだなっていうことが教科書書いてある。あ、それ本当同じですね、うん、世界史と、うん、世界史もそうなんですよ、うん、最初の初学者が読むと全くわからないんですけど、うん、まあ、授業とか受けたり自分で理解をした後に読み直すと、うん、こんなにわかりやすい本はないんですよ。そうですね、あんなに短い中にちゃんと必要なことが全てまとまってる文章、うん、素晴らしいんでね、うん、本当はわかりやすいんですよ教科書。そうそう、で科学なんかはしかもカラーで、はい、うん、実験器具とかもいっぱい載ってて、で色とかも分かって、で、ね、写真とかもいっぱいあるから、うん、結構読んでて、はい、へーっていうのもあるので、あんな安い、そう、しかも教科書も安いんで、うん、まあ、結構無駄に使うね、読んでない人が多いんで、うん、でも、ね、テストは基本的に教科書から出るん で、ね、やっぱり、うん、ちゃんと読んでほしいなと。教科書を大切にしよう、はい、これ一つ目ですかね。そうですね、はい、二つ目、2つ目はですね、基本問題を、まあ、正確に、解いて理解をする、ね、なるほどなるほど。まあ、ここはやっぱりなんか例えば難関大とかを目指す人もなんか問題を解いて難しい問題を解き方を覚えちゃうとか、まあそういうふうな勉強法も結構書いてる人もいるんですけども、やっぱりね、基本的な問題解き方っていうのがあるので、まあこういう問題をこう解こう、こういう問題をこう解こう、やっぱりこう現象によって式って異なるんですね。なるほど。それをこの現象だからこれ、この現象はこれ、難しくなくていいんで、基本的な解き方をまずしっかりマスターする、うんうん、それを積み重ねていく、でそれが組み合わさったものが応用問題なので、まあ基本をおろそかにすると、はい、やっぱり応用でも、まあ、つまずいてしまうかなと思って、ね、基本問題はちゃんと解こうと、うん、で、で基本問題はこれですね、これの基礎を固めるにはこれが。先生本めっちゃ売れてますよね。学さんめっちゃ売れてるんで、ね、羨ましいんですよ。いいいい、さっきちょっと裏で聞いたんですけど、もう印税でもう本当にガッポガッポしてますよね。部数は P でしたね。部数 P ですけど相当売れてるんですよ。スリブスリはね、スリブス12、13釣り、実売部数はちょっと P ですけど、まあ、相当売れてるんですよね。これもこれは強調でしたっけ。これは強調です。これ先生とかと書かれてて、これ問題集ですけど、はい、基本的な問題が、載ってて、はい、で、まあ、解説も、まあ、予備校で教えてるような内容で書いてるので、はい、僕は式に単位を書いたり図を書いたりして、やっぱり科学ってこう実験を問題のネタになってるんですね、はい、なんか入れますよ、じゃあこれ、はい、何濃度いくつですかっていう時に、で問題は実験がベースになってるので、うん、ってことは実験はでもね、数式しかないと分かんないですよね、うん、なるほどね、何してるの、だからそこでこの図を書いて、はい、いやこの問題はこういうことをやってるんだよっていうのをこの説明解説にしているので、まあ、そこら辺が何とか分かりやすく書いたかな。これがそれがこの230線ですね。寸大ってなんとか線って好きですね。はい、英語とかですごい。いろいろなんとか線。寸大の伝統の様式ですね。230選んで。はい、なるほど。あと黄色本のイメージもすごい強いんですよ。はい、あ、黄色い本ですね。はい。はい、黄色い本はですね、これはポイント3つ目ですね。あ、3つ目の方ですね。じゃあちょっとそれ伺ってみましょう。はい、ポイントじゃあ3つ目として。ポイント3つ目ですね。これにかかってくるんですか。これは専門用語をしっかり覚えようと。あ、用語ね。あ、なるほど。やっぱり科学では専門用語が出てきて、例えば正誤問題とか、うん、はい、まあ、定義と呼ばれるその現象に基づいた説明ですね。はい、これがやっぱ正誤問題意外と取れないんですね。で、丸バツだからいいだろうと思ったら取れないのは正確に専門用語を理解してないので。科学もそっか、正誤問題ってあるんですね。あるんですね。だって知識の問題。うん、まあ旧センター試験とか、はい、まあこれから共通テストはまだですけどね。でもまあやっぱセンター試験でも60分のテストで、まあ、大体
まあ、あの30問あったんですけども、うん、計算問題って5題ぐらいなんですね、うん、だから25題ぐらいの知識問題、うん、はあそうか、結局60分ってそんな計算ばっかできない、できないと、そうできないですよね、うん、だからその点でやっぱり知識問題っていうのがやっぱり大体占めてるから、うんまあ、そこをしっかり取っていけば、まあ、点数は取れるんで、うん、そのためにはこういった、まあ、一問一答がこれがですね結構ちょっと見せてもらっていいですか、はい、そっかあこれなるほどこのサイズでもいいですねハンディのサイズですね新書本で、うん、なるほどねへいやでもこの角川はこうぶれないですよね黄色のこの感じの、はいなんか最近って結構こうなんでしょう、うん、シックな感じの表紙増えてきてるじゃないですか、アニメの、ね、ターゲットとかシスタンなんかも結構シックな表紙になってる中で、うん、角川はずっとこういう感じの可愛らしい感じ、黄色いのが目立つところにたくさんね黄色もあるから、ねまあ、これもでもこれめちゃくちゃ売れたんですよ、これ2000いやこの1個前改訂前のが、はいそうもうちょっとちっちゃいのもあって2009年からで、はい、それが結構売れて、うん、もう先生の代表作みたいな、そうですねでそれの改訂版がこれなので、うん、まあまあ、うん、使ってくれる人が多くて、はい、やっぱ一問一答ってのは科学でも人気なんですね、まあ一問一答人気があるけど、うん、でも実は僕が一番最初に出したんですよ、うんうんはい、あ科学の一問一答は先生が最初に出したんですよ、すごいじゃないですか、はい、僕が出してそれが売れて、はいで他のパイオニアですね、ティーシンさんとか他のいろんな出版社から出してるのが、あれ一問一答売れんじゃん、理科の一問一答ってジャンルを切り開いた、そう完全版とかいろいろつけられてるなと思いながら僕があって考えながらそうなんですね、まあでも結構いろんな先生、まあ、いや知り合いなんで、はい、あのそれぞれ、ね、良さがあると思うんで、はい、まあ僕ので、ね、あの結構いい良さがあったりで、なあものは結構こう穴埋め的なところがあるので、うん、あのその辺を使えたり、うん、あとはその欄外にね結構あの豆知識があるので、うん、そこがしっかり読むといいとか言われたりして、うんまあ、僕には僕のその本の良さがあるし、うん、他の先生には他の先生の本の良さがあるので、うん、まああったものを選んでもらえればなと思うんですけどね、はい、そういうことですね、いやー科学は僕あの中学校で理科結構得意だったんですよ、中学時代は、うん、高校入って選択科目は生物と科学だったんですけど、はい、まあ科学が全然できなくなりまして、まあ、だいたいねその4月にやるモルっていうのがモル鬼門なんだよね、なんだそれ、そうそうモルモルって言われてもモル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 周期表の水平リーベしか知らないとだいたい悩むんでね、科学を最初から西村先生習ってたらもしかしたら ね、 あ、 そうですね、あのできるなったかもしれないんですけども、はい、まあダメでしたね、はい、はい、まだ大丈夫なんでこれ読んで、これ読んでそうですね好きになってくれたら、まあ、世界史講師って何でも知ってなきゃいけないですから大変なんですよ ね、 そうね、科学の知識もある程度ないと、ね、やっぱり自然科学史教えられないんですよ、ね、科学の内容ね、うん、でいろんな人が出てくるし、ね、そうですよね、はい、まあ、これちょっと読んで勉強したいと思います、はいはい、ということで、あの科学受験生の皆さん、そう石原先生ね、はい、新刊をまた出されるということ で、 で、ね、これだけじゃなくてこれ一般書、はい、で学さんも出されるということ、ね、まだ表紙の、はい、原稿が来ただけで、はい、デザインが固まってくる、デザインが固まって、はい、これだけなんでまだね、これ10月の末に、10月末発売予定、共通テスト向けの共通テスト対策、科学基礎ですね、はい、これはまあ、共通テスト対策ということで大丈夫です ね、はい、そうですね、その方向けに、これすごいですよね、30日で9割取れるようになるって、はい、すっごい切り口、これですね、9割って言うと50点中45点なので大丈夫ですか先生、これ45点ってね、1個間違い、2個間違えると9割切るので、そうですね、相当高いハードルですよ、はい、1個しか間違えられないけど、これはいけるわけですね。そうですね。まあこれ結構あのちょっと、はい、まあこれ前の作だったんですけど、はい、前の作正直あんま評判良くなくて、改訂して、そうですね。で改訂していろんな人から意見をもらって、はい、なぜ前の評判悪かったのかなと、アマゾンの評判あんま良くないんで、この書者としてはでも、はい、書かせてくれるのかなと思ったら書かせてくれたんで、はい、じゃあやっぱりこれは改訂しなきゃいけないってことで、結構まとめ部分も改訂したりして、うん、であとその演習問題もまあ。はい、結構ね、こういうタイトルを打ってるので、苦手な人、すごい苦手な人向けっていう感じなので、あの、まあ、最初の知識問題のところは、実は全部正誤問題にしてます。丸×丸×で、その、まあ、過去のセンター試験の正誤問題っていうのは大体誤りを選ぶとか、はい、そういうのをあの全部ばらして、で、これは丸、これは×っていうのを15、まあ35章あるんですけど、はい、15章は全部丸×にしたんで、なんかこうクイズ感覚、あ、取り込みやすそうですね、うん、なんで、はい、まあ、そのクイズ感覚でまず解いてもらえるか、うん、やっぱ計算はちょっとそれが厳しかったんで、はい、まあ従来の形のものなんですけど、その知識問題は
本当クズみたいな感じで、もうないかな、なるほど、なんていうことで、ちょっと工夫して作ったんで、はい、今回は、ね、楽しみですね、売れてくれるといいかと。カブトはいいですね、ピンクですかね、ピンク色の表紙、はい、他にも一応、うん、生物と地学も理科はあるんで、そうそうですかね、はい、なるほど、科学はピンクなんで、はい、こちらもね、皆さんよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、それではあの西村先生、今回どうもいろいろとね、長々ありがとうございました、いいえ、はい、宣伝してくれて、ありがとうございました、これからもよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、失礼します、チャンネル登録・高評価お願いいたします。